マリサ、地雷と思われないようにするにはどうしたらいいのかしら。地雷と思われるような行動をしなければいいと思うぜ。それはわかるんだけど、装備で地雷と思われてしまうこともあるじゃない？ああ、モンハンシリーズの中でも、地雷認定されてしまった装備は確かにあるぜ。それに、突き詰めてみていくと、武器だけで地雷認定されるケースもあったんだ。武器だけで？まあ、武器だけではなく防具も含めての地雷装備が多いけどな。今の環境では武器の見た目も変えられるし、そこまで気にすることでもないぜ。ふむふむ。でも、地雷認定された武器の話も気になってきたわ。じゃあ今回は、歴代モンハンの地雷認定された武器をまとめていくか。単品で地雷認定された武器の他に、装備意識を含めて地雷扱いされた武器の話もしていくぜ。どっちも気になるし、ぜひ話してちょうだい。まず、単品で地雷武器として扱われてしまった武器たちを紹介するぜ。どんな武器たちが地雷認定されてきたのかしら。まず、トライ G 二大巨頭となった地雷武器を順番に紹介だ。トライ G といえば、爆破属性が輝いた作品だけど、それが関係してるのかしら。いい感をしているじゃないか、その通りだぜ。ということで最初に紹介するのは、猛威を振るった伝説の弓、第六角の破断級だ。こいつはサードから登場した武器で、ケルビの角を使った弓。だな。今もある武器だけど、この武器って弓というよりはパチンコよね。ああ、形状も使い方も、そのまんまパチンコ、元イスリングショットだな。有名な武器よね。トライ G は爆破属性が活躍して、この武器がぶっ壊れだったってよく聞くわ。ああ、トライ G では覚醒させることで爆破属性値が350もついたんだ。爆破総本家のブラキディオス弓の倍以上の爆破属性値と、ダメージや2でも属性値に大きな影響が出なかったという仕様も相まって、ただただ撃つだけでモンスターが爆散するという状況が生まれたんだぜ。モンハンらしからぬ、異様な光景だわ。爆破の本家を登場作品で超えてくるの、すごいわね。爆破は肉質も耐性も無視するし、弓のためは属性値の影響が少なかったから、この武器は作品を代表するぶっ壊れ武器として話題になったんだ。それはよくわかるけど、ぶっ壊れ武器がどうして地雷認定されるのよ。重要なのは、この武器の運用の大前提となる覚醒、だぜ。まさか。そのまさかで、強いという情報ばかりが先行し、覚醒なしでこの武器を担ぐハンターがかなりの数いたんだ。つまり、地雷武器として認定されてしまったのは、覚醒なしの第六角の破断級だぜ。通称、覚醒なしパチンコだ。なるほど、覚醒なしだと全然強くないってことね。名誉のために補足しておくが、覚醒なしでも使えない性能ではないんだぜ。ズバ抜けた長所こそないが、ある程度は万能な弓だったんだ。むむ、そこは誤解しないようにしたいわね。でも、トライ G での進化は、覚醒させて爆破属性をつけることで発揮されたのね。そういうことだ。それどころか、属性値なしでダメージや2を連打しても、豆鉄砲くらいの威力しかないぜ。ダメ段階は物理威力にはもろに影響してくるからな。そこを認識していないと、とんでもないことになってしまうわね。実際、覚醒なしで爆破属性メインのような運用をしたハンターが続出したんだぜ。だからこそ、覚醒のあるなしで地雷かどうかが完全に分かれる武器となったんだ。なるほど、覚醒させた性能ばかりがネタになるけど、覚醒させずに運用されたことで、地雷認定要素にもなったのがパチンコだったのね。当初はその形状や、ケルビ以外の豪華な角も要求されるネタ武器だったんだけどな。2点も3点もしている、いろんな面を持った武器ってことがよくわかったわ。さて、次に紹介するのは、同じくトライ G で条件付きで地雷認定武器となった、レイジングテンペスト、だぜ。初めて聞く武器なんだけど、どのモンスターの武器なのかしら？レイジングテンペストはディアブロス亜種の素材で作るランスだぜ。数値上の攻撃力は高いが、優秀とは言えない切れ味ゲージとマイナス回心率がネックになる、ディアブロス武器の特徴を持ったランスでもあるな。とはいえ、切れ味プラス1を発動させると、紫ゲージが発動するけどな。なるほど、運用のためには切れ味や回心率をカバーするスキルが必要なのね。今の環境でも、そういう武器はよくあるわよね。確かにそうなんだが、レイジングテンペストも、パチンコと同じ特徴を持っていたんだ。もしかして、覚醒させることで爆破属性がつくのかしら。例のごとくその通りで、覚醒させることで爆破属性が460もついたんだ。地味にパチンコよりも頭一つ分、爆破属性値が高いわね。ああ、スキルの組み合わせ次第ではさらに数値が上がっていくぜ。どれくらいすごいかというと、条件次第では最初の一月で爆発が起こるほどだ。爆破属性って、属性値を蓄積させないと爆発が起きないのよね。それが、最初の一月で爆発が起きるって、相当な爆破属性値だわ。ああ、耐性がない序盤は爆発までのハードルが低いということを加味しても、この爆破属性値の高さは異常だったわけだな。トライ G の爆破はただでさえ強力だし、この武器は攻撃力も高いのよね。ああ、しかもさっき言ったように、スキル次第では切れ味も紫ゲージだ。この圧倒的な潜在能力を発揮して戦うと、
トライ G の大体のモンスターは数分で倒せてしまうような状況だったんだぜ。それはとんでもない話だわ。でも、パチンコの話と同じで、覚醒で爆破属性を発動させないと魅力半減だし、その切れ味ゲージとか会心率がネックだから、そこを無視すると地雷になりそうね。その通りで、レイジングテンペストが強いという情報だけを見聞きして、覚醒も切れ味ゲージのケアもせずに、レイジングテンペストを担ぐハンターが続出したんだ。これにより、覚醒なし0点という通称で、地雷として有名になったんだぜ。0点っていうワード選びに、当時のハンターたちのネーミングセンスを感じるわね。レイジングテンペストの潜在能力を全く引き出せていない。まさしく0点なわけだな。もし私が当時の初心者ハンターなら、絶対に0点を叩き出していたわね。強い武器も使い方次第って点は今も昔も変わらないが、覚醒が前提となる、トライ G の一部の爆破属性武器は、それだけで地雷認定されかねない、諸刃の剣だったということだぜ。なんというか、当時の爆破の凄さも含めた地雷エピソードだったわね。さて、次はネーミングだけでもインパクトのある、地雷認定されてしまった武器だから、通称の方から先に紹介していくぜ。そう聞くと、名称への期待感が高まるわね。その名も、にわかスイカバーだぜ。本当にとんでもない名前だったわ。にしても、何がどう転んだら、そんな名前の地雷武器が登場するのかしら。それに、元の武器名が何なのかもさっぱりわからないわ。スイカバーと呼ばれたのは、竜属性体験であるドラゴンキラーだぜ。風流剣絶一門や風流剣超絶一門との競争相手となる武器。風流剣滅一門や風流剣超滅一門の系列の武器だな。超絶一門しか知らなかったけど、超滅一門も存在したのね。これはどのモンスターの素材で作れるのかしら？素材はまちまちだが、共通してラオシャンロンの素材を要求されるぜ。地雷認定されたのはダブルクロスで、ラオシャンロンが久々の復活を果たした作品でもあるな。ラオシャンロンが華々しく復活したのに、その武器が単品で地雷認定。どうしてそんなことが起こったのかしら？その理由は、ビジュアルと性能の極端差にあったんだ。どういうこと？まず、ドラゴンキラーは通称でスイカバーと呼ばれるような形状をしているが、その先入観なしで武器を見ると、かなり王道的なかっこよさを持っているのがわかるよな。確かに、特定の年齢層には直球で刺さりそうなデザインよね。多感な時期にこの武器を見たら、思わず担ぎたくなるかもしれないわ。もしかして、見た目だけで担がれたのかしら？その面は大いにあるんだが、地雷認定された主な要因はもう一つの要素だぜ。性能の極端差だったかしら？ああ、低い物理攻撃力と高い竜属性値という特徴が問題になったんだ。あ、霊夢も察したようだが、竜属性が刺さる敵というのは限られているんだ。竜属性が効かないモンスター相手にスイカバーを担いでいくのは逆効果ね。ああ、そうなった場合は、ただただ威力の低い体験になってしまうんだ。でも、ビジュアルの良さでやたらと担がれて、そういう状況が頻発したと。まさにその通りだぜ。その見た目の良さとネタ的なネーミング、そしてダブルクロスの状況から、元からあったスイカバーという名称ににわかというワードがひっついたんだ。それで、にわかスイカバーなんてわけのわからない地雷ネームがついたってことね。経緯を紐解いていくと、地雷武器もめちゃくちゃ面白いわ。次に紹介するのは、同じくダブルクロスで地雷武器認定されてしまったモラクディアーカ。通称は、モラクニワーカだぜ。モラクディアーカというのは、ディアブロスのヘビーボーガンのことだな。これまた、絶妙なネーミングセンスが光るわね。なんとなく、にわかスイカバーと同じ匂いを感じるけど、どういう経緯があったのかしら？クロスシリーズといえば、組み合わせで可能性が無限大な、主要スタイルや仮技の存在だ。スタイルと仮技と武器種の組み合わせで数えると、本当に選択肢が多いわよね。そして、ダブルクロスでも屈指の破壊力を誇っていた組み合わせの一つが、あの有名なブレイブヘビーだったんだ。クロスシリーズに詳しくない私でも、一回は聞いたことのあるワードだわ。そんなに強かったの？ああ、ブレイブヘビーは通常の状態ではしゃがみ打ちができないんだが、ブレイブ状態になることで、より強力なボルテージショットという、連射すればするほど発射の間隔が短くなる強力なしゃがみ打ちが可能だったんだ。すごい火力が出せそうだわ。さらに、ブレイブ状態で前転回避することで、パワーランというダッシュと、そこから派生するスライディングが可能だったんだ。威力は高いが機動力に欠けるというヘビーボーガンの短所をこれで補い、ボルテージショットで長所の火力を伸ばせるのがブレイブヘビーだったわけだな。話だけ聞いても、とんでもない強力なスタイルなのがわかるわね。じゃあ、そのブレイブヘビーに利用されたのがモラクディアーカだったのね。そういうことだぜ。モラクディアーカは高い攻撃力に加えてしゃがみ打ちできる物理弾も多いんだが、さらにディアブロス武器共通の特徴であるマイナス会心率も持っているんだ。じゃあ、マイナス会心をカバーしたり、工夫すれば強いってことなのね。ああ、その極地がブレイブヘビーでの運用だったわけだな。ちなみにこの作品には裏会心という、マイナス会心発生時に威力が上昇するスキルもあり、
回心率を上げるだけではないマイナス回心のカバーができたんだ。じゃあ、ますますブレイブヘビーでのモラクディアーカが輝くわね。ああ、ただし、使いこなすことができれば、の話だぜ。嫌な予感が。ブレイブヘビーの肝はボルテージショットで、これを発動するにはまず、ブレイブ状態に移行する必要があるんだ。それができなかったら、ただのしゃがみ打ちができないヘビーボーガンになってしまう。そこをわかっていて、さらに練習もしていないと逆効果なんだぜ。じゃあ、それができないモラクディアーカ使いが続出したのね。その通りだぜ。使いこなせていないからブレイブヘビーの進化どころか、普通のヘビーボーガンよりも弱く、さらにガンナーおなじみの耐久力の低さも相まって、クエスト失敗の要因になったんだ。クエスト失敗要因になる点は私にも刺さるわ。でも、強いという情報だけでモラクディアーカを使う人が、それだけ多かったのね。そういうことだな。ネーミングセンスに感心するだけの話かと思ったけど、モンハンの基本になる、相手によって対応を変える重要さもよくわかる話だったわね。次に、セットになることで地雷となった武器たちを紹介していくぜ。セット、トップバッターは、原初の地雷とも言える武器、あの有名な風流剣超絶一門だ。さらに突っ込んで言うと、ドス時代の超絶カイザーだな。超絶一門って、あの有属性が強力な双剣よね。ああ、状況は選ぶが、相手によっては最高クラスの火力を発揮する武器だ。特に、ラオシャンロンなどの動きの少ない超大型モンスターに対して、当時はスタミナ消費無効だった競争薬を飲んでランプするのは様式美だったぜ。想像するだけでも気持ちいい使い方だわ。双剣を使わない人でも、超絶一門は一つ用意するくらいだったしな。それで、超絶カイザーってどんな地雷だったのかしら？概要を言うと、テオテスカトル防具のカイザー一式に、超絶一門を組み合わせた装備だな。なるほど、ドスで初登場のテオテスカトル防具との組み合わせね。初登場のドス固有の防具と超絶一門が合わさって地雷になるのが理解できないわ。まず、超絶カイザーの強みについて話していくが、カイザー一式を装備すると、見切りが発動するぜ。回心率がプラスになれば、火力も爽快感も増しましね。さらに、カイザー一式は防御力も優秀で、最大まで強化するとかなり硬くなるんだ。これにより、少しの攻撃ならものともせず、超絶一門を振り回せるわけだな。重戦車みたいな戦い方ができるのね。だが、その戦法を完成させるには、カイザー一式を最大まで強化する必要があるんだ。なるほど、強化しないと防御力が十分に得られないのね。だが、最大強化をするには上位の固有の素材が必要で、オンラインに上がりたてのハンターには、最大強化が不可能だったんだ。ちなみにドスでは、上位の固有はオンライン限定だったぜ。じゃあ、オンラインに上がったばかりで、強化が済んでいない人が多かったのかしら。そういうことだ。強いという情報が先行して、オンラインに未強化の超絶カイザーが溢れたわけだな。柔らかいのにゴリ押しで攻撃しようとしたらどうなるかは、お察しだぜ。柔らか戦車。だからこそ、超絶カイザーはオンラインの地雷の代名詞になったんだ。なるほどね。地雷と呼ばれたのも納得だわ。次に紹介するのは、トライで登場して早速、地雷の構成要素となった武器、骨伐透影縫いだぜ。ドスバギー派生なのに麻痺属性という、なんだか不思議な立ちだな。それは不思議だわ。そしてラギアクルス防具に影縫いを担いだのが、有名な地雷装備のフルラギア影縫いだ。なんか聞いたことはあるわね。超絶カイザーと同じく、妙に印象に残る頃の良さだわ。でも、どうして地雷なのかしら？ラギアクルス装備ってことは、当時の看板モンスターの一式装備だし、強いんじゃないの？理由はズバリ、スキルのチグハグさだな。スキルがチグハグ？さっきも言ったように、影縫いは状態異常武器なんだ。麻痺武器なのよね。それがラギアクルス防具一式と噛み合わなかったのかしら？ああ、ラギア一式で発動するのは技物やスイマー。そして何より、属性攻撃強化なんだ。属性攻撃強化は麻痺には乗らないのね。状態異常と属性は違うから、属性攻撃強化は死にスキルになってしまうんだ。さらに、ラギア一式ではマイナススキルの状態異常攻撃弱化が発生してしまうぜ。死にスキルが出てしまうどころか、武器の足を引っ張っているじゃない。ああ、属性強化がついた防具なのに状態異常武器を担ぎ、なおかつその状態異常を弱体化させてしまうというのが、フルラギア影縫いの売りなんだ。芸術点は高いけど、売りとは言えないわね。看板モンスターの防具だから、強いと思われたのかしらね。さらに言うと、影縫いは攻撃力が高かったから選ばれがちだったんだ。ちなみに同時期には、アブナコトル防具の危ない式に立ちを担いだ地雷、フルアブナたちも似た理由で地雷とされていたぜ。どういう理由なの？危ない式はガードに特化した防具なんだ。言うまでもないが、たちにはガードは存在しないぜ。これにも、数値上の攻撃力が理由で影縫いが選ばれがちだったんだ。確かに、初心者だったら攻撃力で選んでしまうし、それゆえの悲劇だったのね。
さて、次に紹介するのは、フロンティアでもはや伝説とされた超有名な鬼ザンバ派生だぜ。言うまでもないかもしれないが、鬼ザンバシリーズは多岐となっている。私も聞いたことあるけど、地雷武器だったの。ああ、それが通称フルクシャおにぎりだぜ。おにぎり？なんだか美味しそうな名前だわ。鬼ザンバをおにぎりと読むわけね。じゃあ、フルクシャっていうのはクシャルダオラ一式かしら？その通りで、クシャルダオラ防具のクシャナ一式だな。クシャナ一式と鬼ザンバでフルクシャおにぎり。見事なネーミングだわ。でも、どうして鬼ザンバは地雷装備の構成員になったのかしら？鬼ザンバはそのかっこいいビジュアルと数値上の攻撃力の高さで選ばれたんだ。影縫いと同じ理由ね。さらに、フルクシャおにぎりが誕生した時代は、クシャルダオラはメイン固有の座についていて、その防具も人気が高かったんだぜ。なるほど、かっこいい&強い武器と防具を掛け合わせたってことね。でも、それで地雷になるってどういうことなのよ。フルアグナたちと同じ理由で、スキルの相性の問題だぜ。クシャナシリーズのスキルは主にガード系だったんだ。あ、ガードができないたちと組み合わせてしまうと、スキルが死んでしまうわけだな。まさしく、フルアグナたちと同じ理由だわ。さらに、当時のフロンティアでは高級ミミ戦などの必須スキルが存在したのもまずかったぜ。フルクシャおにぎりはそこも満たしてなかったのね。フルクシャおにぎりの組み合わせだと、どう工夫しても実現不可能だったからな。フロンティアは完全にオンラインゲームだし、余計に悪目立ちしそうだわ。その通りで、フルクシャおにぎりはゲーム外の掲示板でも話題になったんだ。こうして、フルクシャおにぎりは伝説の地雷装備になったんだぜ。なるほど。完全なオンラインゲームという環境が追い風になったのね。逆風とも言えるな。ちなみに、G 級装備のクシャナ GX 装備には、要塞というスキルが追加されたが、これもガード関連のスキルで、G 級防具でもフルクシャおにぎりは地雷だったんだ。G 級防具の登場でも、伝説は覆らなかったと。だが、フロンティア Z では、立ち荷なしというガードに相当するモーションが追加され、フルクシャおにぎりもあながち地雷とは言い切れない装備になったんだ。まあ、初期の地雷の印象を払拭できるほどではなかったけどな。なんというか、第一印象って大事なのね。次に紹介するのは、地雷装備界の新星として有名になってしまった武器、エイムオアトリックだぜ。これは4看板モンスター、ゴアマガラの総中棍だな。4の看板モンスターとラスボス、総中棍。頭が、4は低年齢層も持っている 3DS で発売されたシリーズゆえに、これまでのシリーズとは異なる年齢層のプレイヤーが爆発的に増えたんだ。小中学生の子供が、明らかに本名みたいなハンターネームで遊んでいたのよね。ああ、さらにオンラインプレイも手軽にできたから、モンハン新規となる子供たちと古参ハンターの異文化交流が盛んだったんだ。異文化交流ってワードが意味深だわ。もしかして、看板モンスターの防具と武器が組み合わさったのかしら？その通りで、当時の地雷として超有名だったのがフルゴアエイムだったわけだぜ。強そう&強そうイコール地雷の式が出来上がりそうなくらいの様式美を感じるわ。でも、スキルが噛み合ってなかったのかしら？スキル自体はそれほどでもなかったぜ。それ以上に問題だったのは、属性耐性だ。属性耐性？ゴア一式は非耐性がかなり低くて、素の数値だけでもマイナス20なんだ。さらに、一式揃えることでマイナススキルの非耐性弱化が上乗せされてしまう。ということは、リオレウスとかグラディモスに挑むのはご法度なのね。ガソリンを浴びて火災現場に駆け込むような行為だな。だが、初心者に属性耐性を考えるのはちょっと難しいぜ。さらに、そこにジャンプ攻撃が容易でかっこいい総中棍が加わったんだ。そこで選ばれたのも、看板モンスターの武器であるエイムオアトリックだったのね。もしくはシャガルマガラのザ・チェイサーだな。その結果、どういう状況が生まれたのかは、これまたお察しだ。まあ、飛んで火にいるなんとやらとは、まさにこのことよね。焦げ肉になる未来しか見えないわ。そういうことだ。この圧倒的な非耐性の弱さと、新時代のプレイヤーとなったユータが合わさり、フルゴアエイムは新時代の伝説的な地雷装備となり、エイムオアトリックはもらい事故的な形で地雷となったわけだな。よくわかったわ。蜂蜜兄弟とかのネタ画像のハンターがフルゴア装備な理由も含めてね。歴代モンハンの地雷武器のまとめは以上だぜ。一式含めての地雷はもちろんだけど、単品の地雷もインパクト抜群だったわね。主に、強いとかかっこいいという情報で担がれた武器たちが多い印象だわ。確かにそうだな。誤解のないように言っておくが、武器自体に罪はないということだぜ。環境が生み出した地雷もたくさんあったもんね。そういうことだ。武器だけで地雷と思われることはそうないから、霊夢はおつらない努力をした方がいいぜ。そうね。私自身が地雷と化さないように、まずは生き残れるように頑張ってみるわ。かつての地雷武器や武器含めた意識が懐かしかった。刺さった人は高評価を。歴代モンハンの装備に関する動画もたくさんあるから、チャンネル登録もしていってね。記憶に残っている地雷武器があったら、ぜひコメントもしていってくれ。ご視聴、ありがとうございました。
固有といえば、モンハン世界でも上位に君臨し、種類によっては自然現象どころか全ペンチすら起こしてしまうとんでもない存在だ。だが、固有であるにもかかわらず、扱いがひどいと嘆くしかないモンスターもいるんだぜ。強制不足からバサルモスと同列にされたり、銀行にされたり、挙句の果てに、デビュー作なのにライバルに存在感を持っていかれたりな。歴代モンハンの中に存在する、扱いがひどい固有を私たちで救済していかないか？次回、扱いがひどすぎる固有士トップ8。ゆっくり見ていってね。